さあ始まりましたビジネスプラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。お元気でしょうか。我々元気です。元気です。さあ毎度突然なんですけれども、毎度入りました。お二人は中小企業というとどんな中小企業、はい、大企業があってその下を支えている中小企業は日本の 大半が中小企業ですよね、うん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 、そういうイメージですね。ものづくり違うか、うんうん、ものづくり、まあ、中小企業には特別な職人さんがいてこう、うんうん、町工場とかさ、うん、どういうどれだけ俺が言えばいいんだ、どうなんだ。いや全然私もなんかたくさんありますねってイメージしかないです。ああ、はい、そこは大事だよね。本当に日本のねたくさんの企業が中小企業ということで、うん、はい、はい、そこでですね今回まずご紹介するのは日本の中小企業の無限の可能性のお手伝いを行っています、こちらの企業様です。生産、販売、サービス業、私たちの働く環境にはさまざまな企業が存在している。中でも大企業と呼ばれる環境は全体の 1% にも満たず、日本の経済は長年中小企業によって支えられてきた。しかし長引く不況は同時に数多くの中小企業の減少も招いていた。そんな社会を変えるため立ち上がった男がここにいる。税理士法人エンパワージャパン代表税理士保坂光則。全国の中小企業に成長をもたらし次世代への事業継承をサポートする税理士法人エンパワージャパンでは、地元横浜を拠点に多くの仲間と共に中小企業の支援活動を展開。働く者すべての豊かさ、幸せを追い求め、最も身近な税理士法人であり続けている。今回は保坂光則をスタジオに招き詳しく話を聞いた。まずはエンパワージャパン様の業務内容を教えてください。はい、中小企業の方々をもう日本上位 1% の財務力を持っていただいて、50年後100年後までやっぱり永続できる企業になっていただくように、まあ、こうサポートしていく財務支援に特化した税理士事務所になります。そもそも簿記の勉強を始めたのはどうしてですか。はい、僕高校時代は本当にあの音楽が好きで、あの高校の時のは本当ミュージシャンを目指したいなと思って、今風貌がそうですおしゃれですもん。高校3年間ずっとあのコンビニでバイトしてまして、コンビニの店長の一言がもうきっかけだったんですけど、おい保坂と、あのお前がミュージシャン目指そうと思ってんのはいいと、お前の夢だから、だけどその学校に行ってその授業中に何にもしてないその時間がとにかく無駄だと、いやちょっと考えてみようかと。じゃ あの音楽で身を立てると言って高校卒業して、じゃ まあ東京かなんかに出て、じゃ音楽活動しようと。でも音楽で食っていける人間っていうのは本当に一握りだよと、まあ、実力があってもなかなか難しい人もいると。じゃあ仮に、まあ、10年ぐらい音楽の活動して、まあ、大変だからもうやめようという形になって地元に戻ってきたとしようと。その時に、まあ、高卒のまともに働いたこともないお前がそれからどうすんのと。だったらその学校に行って何もしてないその時間を使って何か資格取ったらいいんじゃないのかと。そうするとその資格でもしかしたら就職できんじゃないのかと。例えば簿記とかって言われたんですよ。そこで簿記が出てくるんですか。で高校3年の時にその運よく簿記 その3級と、まあ、2級があの取れたんですね。運じゃないですよ、すごい高校3年生で、はい、これ自信になるね。でそういうふうにこうしてってた時に、まあ、そのやってきながらその資格がなんかこう3級2級って取れてくるとちょっとなんか、まあ、嬉しさみたいなのがこれで出てきて、あそっかと。2級の上にはまあ1級があって、あ1級の上にはそういった税理士みたいな国家資格がこうあるんだみたいなことがなんかこう見えてきた時にちょっとこう意識が変わって、本気でちょっと税理士になろうって専門学校の時にあの思ったのが、はい、その後専門学校を卒業し税理士事務所に就職。
11年間キャリアを積みながら税理士資格を取得するなど、着実にステップアップを重ねていった。この平成27年にいわゆる相続税法っていうのが大きい改正が入りまして、いわゆる基礎控除って呼ばれる、ここくらいまでは相続税をかけませんよっていう、ここの部分がだいぶ引き下がりまして、その相続の対策を専門にしていく税理士の事務所が今ものすごく増えてるんですね。だけどその反面でやっぱりこの減少傾向にある中小企業をじゃあ誰が支えるのって言った時に、じゃあはっきりと中小企業を専門でサポートするっていうところをちゃんと出して税理士の事務所をやっぱ作ろうって思ったのが本当にターニングポイントかなとは思いますね。中小企業をサポートする上で気をつけてることってあるんですか？その大切にしなければいけないことは、僕はシンプルにこう言うと多分2つだと思っていて、一つはその会社だったりとか経営者の方のやっぱ思いですよね、はい、何をしたいのか、どこに行きたいのか、これはもう経営者の方が持ってるものなので、それはやっぱ明確にしていきましょうっていうことが一つ。あとは二つ目はやはり事業として永続させていくためには絶対必要なのはやはり財務力っていう、その思いだけでは会社は永続できないし、お金だけでも会社は多分永続できないので、この両方がやっぱ大事なんじゃないんですかっていうところを、これはもううちで関わらせていただくお客様であったりとか、やっぱ皆さんにはやっぱお伝えしていることですね。続いてエンパワージャパンが掲げる日本企業上位 1% の財務力、その定義となる 10% 以上の経営安全率、 60% 以上の自己資本比率、さらに 200% 以上の借入当座比率など、中小企業を支えるその事業について話を聞いた。こちらがうちのエンパワージャパンが定義する日本企業上 1% の財務力っていう形になります。まずは経営安全率というものなんですけども、経営安全率っていうのはどういうものかって言いますと、簡単に言ってしまえばこの1年間に稼ぎ出したその利益が何パーセントくらい会社にこう残っていくのか。逆に言うと、例えばうちで定義させてもらっています、ここくらいまでの状態が作れたらっていうのが経営安全率が 10%、 10% くらいあれば、まずはこの上位 1% の一つ目 のハードルはクリアですねと。で、2つ目は、自己資本比率ですね。今ある全ての会社の財産のうちにどれくらいの割合が銀行とか他人の力を借りて作ってる財産で、どれくらいが自分たちが会社が稼ぎ出した利益だったり最初にお金を出した資本っていうもので賄えてるのかっていう指標になります。これがいわゆる、うちで定義している上 1% は 60% 以上、いわゆる今も会社で持ってる全ての財産の半分以上ですね、6割は自分の会社で稼ぎ出した利益で手に入れた、例えば車ですよとか建物ですよとかお金ですよっていうものですね。3つ目の指標としてはこれですね、借入当座比率というものなんですけど、これはどういう指標かって言いましたら、いわゆる例えば 銀行だったりとか、いわゆる利息がかかる、利子がかかる借金に対して自分が手元でいくらお金を持ってんのかっていう割合です。でうちが定義しているこの 200% ってどういう状態かっていうと、銀行の借り、例えば銀行から例えば5000万円今お金を借りてますと、だけど今自分の会社には銀行の預金口座と、例えば今すぐ売ればお金にできる、例えば株を持ってますとか、あとはいわゆる解約すればお金が入ってくる保険に入ってますとか、いつでも換金可能なお金が、例えば5000万円に対してもし1億円持ってるんだとしたら、返そうと思えばもう当然のことながらいつでも返せますし、逆に返しても同じだけのお金がまだ残ってるとしたら、正直このような状態をキープしながら潰れることはできないんですよ、現実。逆に言うと、でこちら製造業の会社ですと、現状の状態で言いますと、売上規模で2億円ぐらい、
で、借金が8000万ぐらいあって、うん、で会社の利益1年間の利益が150万ぐらいで、預金が800万ぐらいはありますけども、うん、月々のやっぱりこう支払いとかはね、うん、結構やっぱりありますから、うん、結構余裕がない自転車で回してるような感じですね、うん、で先ほどの指標に合わせた経営安全率っていうところで言うと 2%、うん、ちょっと自己資本比率っていう形になるとマイナスなので、いわゆる借金の方が多い、財産よりも借金の方が多い、いわゆる債務超過って呼ばれている状態です。で、いわゆる借り入れの当然借金に対する現金は、まあ、10% 程度しかないですよ、うん、こういう状態だったんですね。じゃあ本当にどうしていきたいんですか、どうなっていたいんですかっていうところをやっぱ話をすれば、やっぱり本心は子供にちゃんと継がせたい、やっぱり自信を持ってうちの会社が立派な会社だよってやっぱ言われる会社、あと後継者だけじゃなくてやっぱ若手を育てていきたいってやっぱ思いがあったりとか、やっぱ思いがあるわけですよちゃんとね、はい、じゃあ最初の1年目はどこくらいまで行こう、2年目はどこくらいまで行って、3年目4年目っていう積み上げてって5年かけてそこに行けばいいっていう話なので、目標値を設定していくと最終的には結果として5年経たずに 4年で最終的に上位 1% の状態まで、こう上回った数字が出て、いわゆる借金に対しての現預金も倍以上ありますし、あとは売上ももちろん伸びていきましたけど、やっぱそういった状態がこう作れたっていう形になってきます。中小企業を支えるため全力を注ぎ続ける保坂光則、そんな男が心に刻む格言とは。これ僕の大好きな言葉なんですけども、道徳のない経済は罪であり、経済のない道徳はやっぱ寝言であると。これは、うん、僕が生まれ育った神奈川県の小田原っていうところで出身の二宮尊徳さん の言葉になります。やはりこう思いがあるだけでも経済がなければやっぱりただの理想論ですし、ただ経済があってもやっぱり道徳感がなければそれは本当に世の中が悪くなっていく、この両輪がやっぱ大事なんですよっていうことですね、はい、いや素晴らしいお言葉いただきましたね。ますますの中小企業の味方で日本を盛り上げていっていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてご紹介する企業さんなんですが、うん、お二人はヘルニアはご存知ですか？ヘルニア、はい、ヘルニア、そう、腰とかね、あ、いやいや、もう本当に危ないですよ、僕は。え、そのヘルニアでしょ？うんうん、そうそう、大丈夫？全然、私はまだ大丈夫です。え、腰以外ってあるんですか？腰以外もなったりするみたいですよ。すごく冷えるような格好してるけどね女性はね、腰に来るぜみたいなとかね、もうしばらく頑張らせてください。そうか、はい、これヘルニアね。そこでですね、次にご紹介するのはトリガーポイント治療という独自の治療法を行っています。こちらの企業様です。それでヘルニアか。誰もが望む穏やかな日常、しかしそんな人々を悩ますある存在があった。それは目には見えない腰痛や肩こりといった症状である。厚生労働省の調査でもその慢性的な症状による悩みは後を絶たず、数多くの患者を苦しませてきた。そんな人々が抱える問題を高度な施術で解消する男がここにいる。野崎鍼灸治療院院長野崎真嗣。安心安全な治療をモットーに痛みの根底からアプローチする野崎鍼灸治療院では、独自の診療法を取り入れた施術によって患者の心に寄り添った改善策でサポート。
原因から見つめ直したその治療内容によって多くの笑顔を取り戻し続けている。今回は野崎慎二をスタジオに招き詳しく話を聞いた。野崎鍼灸治療院院長の野崎慎二様にお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。始めようと思ったきっかけは何だったんですか？整形外科ですとかそういったところでこう勤めていく中でよりこう、トリガーポイント治療っていうものが、ね、その時から勉強してまして、トリガーポイント、はい、初めて聞くあれなんですけども、はい、トリガーポイントっていうのは、すごく簡単に言いますと痛みの原因、こうトリガーっていうのは引き金っていうんですね。筋肉ですとか腱にできるそのポイントがこう引き金になって、いろんなところに痛みが出るっていう、簡単に言うとそんなものなんですけど、でそこに対してこう針ですとかマッサージですとかそういったもので刺激をしてこう治療していくんですけれども、はい、でそこを、その治療にかなり特化してしっかりやりたいということで開業しました。ぜひその具体的なその患者さんの事例を聞きたいんですけれども、障害馬術で、この間のリオ五輪にこう出た福島選手という方がいらっしゃるんですけど、でその方がヨーロッパでこう活動されてた時にその椎間板ヘルニアだということでこう診断を受けられて手術をされたそうなんですね。で手術をされたけれどもその後ちょっと痛みが再発されてということで大変お悩みだったんですね。はい、でそういった方をこう針で施術をさせていただいて、いい結果が出たなということが事例としては、はい、針なんだそこはね。手術じゃなくてトリガーポイント治療法で回復したと、そうですね、はい、今日はそんな野崎委員長にですね、福島選手からビデオメッセージが届いているんです。こちらをご覧ください。私、2008年から2010年までベルギーの方で馬術選手として活動していたんですけども、その時に激しい腰痛と座骨神経痛に襲われて手術をしました。それで日本にその後戻ってきて活動してたんですけども、痛みが激しくなってきまして2014年にですね、本当逃げ場がないぐらい痛みが激しくなってもう動けなくなってしまったんですね。病院の方で診察を受けましたら、もうちょっとどうすることもできないと手術を勧められたんですね。なんとか手術をしないで済む方法ということでですね、提案したらブロック注射を受けてみたらどうかということで、毎週病院に通って試したんですけども、一時的に効いてはいるかなという感じはしたんですけど、全く効果がなくてですね、それでもういよいよ手術しかないのかなと気持ちが落ち込んでいたんですけども、そこでインターネットで何か方法はないかということでいろいろ調べていたら、トリガーポイント鍼灸という新しいワードを目にしまして、それで先生の治療を受けたらですね、痛みがもう全くなくなってしまって、もう本当にずっと20年ぐらい付き合ってきた座骨神経痛もきれいに取れてしまって、今ではもう全身の力がもう本当に抜けて、競技に集中できるぐらい状態が改善しました。今はもう定期的にですね、ちょっと馬術というのは馬にまたがって足を挟む動作が多いんですけども、ちょっと特殊な筋肉を使いますので、そのまま、セルフケアをしてたとしてもだん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 やっぱり体がこう筋肉が突っ張ってくるような感じになるんですね。ちょっと怪しいなという感じがした時にはもう早めに先生のところに行って、トリガーポイントの治療をしてもらうようにしています。先生こんにちは。おかげさまで今ではもうほとんど体のことは気にしないで、競技生活に集中することができています。リオオリンピックに出場できたのも先生のおかげだと思っています。今後ともよろしくお願いします。先生今日はミシェルさんにどんな、治療体験をしていただけるでしょうか。はい、先ほど首の調子が悪いということをお聞きしましたので、こう横にこう向いた時のこの回旋可動域っていうんですけれども、どのぐらい回るか、そうですね、横をどれぐらい向けるかっていうのを見させていただいて、右には行くの左が苦しいんだよな、はい、それを、トリガーポイントをこう手でマッサージすることによって、
可動域を広げることができるかどうかということをさせていただきます。では早速お願いします。お願いされちゃうのかな。はい、よろしくお願いします。お願いします。来てていいですか。大丈夫ですか。大丈夫です。で最初ですね、右を向いていただいて、はい、で左を向いていただいて、はい、このぐらいでちょっと引っかかる感じなんですね。そうなんですね、はい、この辺が詰まる感じとかこうなんとなくします。はい、もうずっとまあこう左なんですよね、何があるとここなんですよね。はい、まあ、昔ちょっとねゴーンとこうやってやったりね、昔ムチ打ちじゃないんですけど、はい、筋肉が損傷してしまって硬くなって、うん、こうしこりのようになってずっと残ってるみたいな感じが予測されるんですね。はい、でこの辺に肩甲挙筋という筋肉ですとか射角筋という筋肉ですとかいくつかあるんですけれども、はい、そのあたりをこう都市でちょっとこう刺激をさせていただいて、その後どうなるかということをさせていただきます。ちょっと失礼しますね。はい、失礼します。服が邪魔かな。大丈夫ですよ。例えばこういうやつですとか、あ、今グッと結構指を入れてる感じですね。そうですね、すごい悪そうな感じですね。悪そうな感じ。また野崎院長嬉しそうに言う、それを見つけたぞみたいな。そうですね、だからいろんなところに来ちゃうんですよね、どっかの痛みが、はい、そのいろんな筋肉に周りに。そうですね、引っ張り合って、ここなんかは、はい、特にその腕に痛みとかしびれを出すようなポイントで、あ、たまにあるんだ。じゃあその痛いところがトリガーポイントとは限らない、はい、トリガーっていうのは引き金っていうことですか。そのここが引き金になって他にこう痛みやしびれが飛ぶってこともすごく多いんですね。先ほどの福島選手なんていうのは、うん、その例えば椎間板ヘルニアっていう診断がついてて、その腰 の, その、まあ、軟骨が原因だということだなんですけど、はい、実際はその例えば小殿筋っていうお尻の深いところにある筋肉が、うん、はい、そこが原因でその足の方にいわゆる座骨神経痛、はい、しびれが出てたんですね。そういったところを刺激すると、あ、私のそこは痛いところだっていう、まあ、自覚が得られて改善する、うん、結構こう長い時間圧をかけていくんですね。気持ちいいね。これでどうですか。ちょっと右向いていただいて、で先左を、あ、おー、すごい、お見事ですね。ものの数分でこんなに変わりますか。ちゃんと正確に当たると結果が出るということですね。 本当だ、ありがとうございます。本当だ、すごい回ってる。両方やっていただきたくなっちゃいますね。あ、上の痛みもないよ。なんでなんだろう。いや、これは本当に。ちなみに腰痛とかお持ちの方って多いと思います。はい、腰痛を放っておくとどうなってしまうんでしょうか。すごく多いのはご年配の方なんかで、その腰が痛い、あるいは座骨神経痛によってこう長く立ってられないですとか、長い距離が歩けないっていうのはすごく多いんですよ。で痛いから動かない、で動かないからだんだん筋肉も衰えてさらに硬くなる、でこう悪循環でどん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 最終的にはその寝たきりになってしまうっていうケースすごい多いんですね。指圧や針などのそういう治療法ではなくて、はい、先ほどの福島選手のように手術を選択される方もいますよね。はい、手術をしても痛みが取れない場合っていうのは結構あるんでしょうか。実はすごい多いんですよ。すごく私が印象に残っている方がいらっしゃるんですけど、その方は最初にその椎間板ヘルニアでこう手術を受けました。有名な病院で痛みが取れませんでした。でショックだね。はい、でその同じ先生に どうしてですか、なんで取れないんですかって言ったら、じゃあもう一回手術しよう、その上の椎間板をということで手術をされて、でそれでも痛みが取れませんでしたということで、やっぱり同じ先生がじゃあそう今度は固定術をしようという、ボルトで止める手術があるんですね、腰の骨を。およっぽどだ。はい、でその手術もされて今度こそと思ったそうなんですけど、まあ、痛み取れなかったそうなんですよね。そういう方をこうもう減らしていきたいなっていう思いがすごくありまして、それでこうずっと手術以外の選択肢も皆さん考えてくださいねっていうことをもういろんなところでこう発信させていただいてます。その3回シリーズなさった方は、痛みは違うところにあるんですか。あの方はそうなんですよ。その3回もそこにあるんですか。お尻のですね、その方はその足がその麻痺してるっていうことで、その足に力が入らないからもう
麻痺だ圧迫だっていうことで手術されたんですけど、うん、実際のところはこの小殿筋とお尻のやっぱり筋肉に原因があって、あそこが原因で今度すねの筋肉に次のトリガーポイントができて、でそこがうまく使えないので足が上がらなかったっていうことなんですね。その他野崎鍼灸院さんが、はい、他店と差別化を図っているところっていうのはあるんでしょうか。はいはい、当院ではですね、一番スタッフ教育に非常に力を入れておりまして、私自身もその研究会に参加をして技術を勉強もずっと常にしてますし、私自身がその普及のためにそういうセミナーを開催したり、毎月院内で、外部から人を招いて勉強会を行ったり、それからその、自分の治療院内でこの毎週その練習ですね、反復トレーニングですね、スポーツと一緒ですからとにかく繰り返すということを機会を設けて、その教育というものに力を入れてます。セミナーは患者さん向けのものを年に2回開いてらっしゃるそうですね。ですね、その、技術者向けのセミナーも行ってますし、それからその患者さん向けのセミナーというのはその、先ほどもちょろっと申しましたけれども、痛みがきっかけで要介護要支援寝たきりになってしまうような方がすごく多いので、特にその膝の痛みの方を対象に自分でこうマッサージですとか家でできること、はい、筋肉トレーニングなんかをする、その方法なんかをこういった道具なんかをこう使ってこう自分でマッサージしていただくようなやり方をこうお教えしたりするということもしてます。あ、綿棒だったら家にある方もいらっしゃいますもんね。そうですね、100円ですから。人々の人生に健康をもたらし明るい未来へと導く野崎慎二、そんな男が胸に刻んだ格言とは。これはですね、一隅を照らすという言葉を私ずっとこの道を志した時から、胸に、頑張ってきてます。一隅を照らす、その心を、一隅室の一隅ですね、その大きなことではないんだけれども、そのこの片隅を自分の目の前のことをこう照らす、縁のあった人に対して少しでも自分のできる範囲で役に立つということを皆さんがやっていくと世の中明るくなりますねっていう、こういった言葉が、胸に頑張っております。ありがたい、先生の話聞いてると痛みが取れますねっつって取れましたね今日はどうも本当に楽しい話ありがとうございました。ありがとうございました。ました、ビジネスブックコレクション。私が化粧品業界に身を置いていた1977年頃、粗悪な化粧品によって肌に重大なトラブルを受けた女性が裁判を起こすという出来事があり、被害者の肌の惨状を目にしショックを受けた私は、肌に安全で確かな効果のある商品を提供しなければと強い使命感を持ちました。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、魂で作った化粧品スキンケア革命ラメラ美容法。この本を書いたのは小島剛さん。自分の父の経営する化粧品会社を引き継ぐため、お客様により良い商品の提供をすることを考え、魂で作った化粧品エピソードを書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。